当ホテルのプールをお気に入りいただいているご様子で、時速4キロを超えた時点で使用禁止となります。これではオリンピッククラスでも無理だろう。当分は遊泳禁止かと。あの方以外は。おお、いや、マグロだな。まるでマグロというよりシャチかと。ハンマー裕次郎様、本日もご精が出るご様子で。ジャンプしてではなくよじ登るものだろう。確かに100キロのカマキリならあらゆる猛獣もかなうまいからな。こと格闘にかけては発想の次元が違う。百聞は一見にしかず、百見は一色にしかず。実物の子犬にも劣る代物よ。当時圧倒的支持を誇っていた大統領が一発の悲劇のヒーロー、その人の名はジョン・ F ・ケネディ、忌まわしい歴史を塗り替えるため、ダラスのイメージを回復するためと、大多数の国民の反応は冷ややかと言えましょう。笑顔です。当時の10倍と言われる警備に守られ、このパレードがボッシュ大統領の人気回復につながるかどうか。大統領がたった今何者かによって誘拐された模様です。囚人監視の中、ジョージ・ボッシュ大統領が。新たな情報が入りました。ならば君が今行ったことへの十分な認識はあるはずだが。狙撃される窓がない、現場から近い、それくらいのものです。合衆国アリゾナ州立刑務所、そこへ収監してもらいたい。確かにそうだが、もしその要求が飲めぬとしたら。大統領がこのざまだ。一対一では無力なものだね。知らせてやんなよ、外の人たちが心配している。プレジデント、ご無事で。俺はこうして希望した場所に向かっている。アメリカにはペンタゴンが2つある。 OK、 認識番号は KY879428。 またの名をブラックペンタゴン。こっちだ。 DNA の登録までするという。次はこっちだ。犯罪者とはある意味 VIP なんだと気づかされる。ここには様々なものが収容されているのだが、君の緊密度は彼らをはるかに凌駕すると言えよ。おそらくは世界で唯一刑務所を自由に出入りする囚人。君の名を告げた途端すぐ連れてくるように。刑務所内での傷害事件を起こしかねない者たちが入っている。10メートルおきにアクリルの障壁。おいらの彼氏になられ、ハムとレタス毎日分けてあげるから。そこに広がっていたのはとても監獄内とは思えない空間だった。ここからはアンチェインのエリアだ。私はここまでしか入れない。ウェルカム、ミスターバック。とも遠方より来たる。また楽しからずや。どうだい、上等なコニャックが手に入ったんだが。俺と戦ってくれ。今の俺にはそれが必要なんだ。練習台にぜひ俺をと。おっしゃる通りです。全米の悪党4071名が集まるここ、世界チャンピオンとデビュー戦ってわけにはいかねえ。喧嘩の話をしてんだぜ。来週俺はファイトする。だがお前が本当に知らなければならぬのは。説明は後だ。今夜はこのまま寝るんだ。もっと言うと刑務所のランクと俺は無関係なんだ。おしゃべりもその辺にしておかねば。ミスターセカンに触れるぞい。でけー。最後の安息になるでな。廊下に出なさい。清掃箱。何？君が大統領ボッシュにしてのけたこと、心から称賛したい。わからないことがある。お、何でも。この場であんたをぶっ倒したら死ぬにはいい日だ。貴様ら、どこのお嬢様だ。
ーティーの支度でもしてるのか。参考異常なし。異常なし。異常なし。まるで軍隊。バカに生まれた自分を呪え。自由は何一つない。それが貴様らの人生だ。分かったか。イエスだ。ポークビーンズです。まるでミスターセカンが存在しないかのような監視たちの態度は。拳銃変えた。大友に変えたんだ。へえ。外で話してあげて。セカンの向かいに座る男、挑む気だ。そのバカ力を路上で発揮しちまった。ミスターセカン、そう呼ばれてるんだって。周りの反応は冷たいっすね。何が起きるかをみんな知ってるからね。俺を倒し、そして何を手に入れる。君から自由を奪う。かわいそうに。何を使いやがった。貴様は俺に相撲で勝った日か。監視君、彼と食後の運動をしたい。体育館を借りる。おあつらえ向きの縁があるじゃないか。これは始まってるのか。わからない。勝負あり。見えるよな、あの看板。てっきり実力ナンバー2だからミスターセカンだと思ったら。ミスターオリバの時代は終わりを告げた。オリバもボッシュも所詮はアメリカ人ってところか。死後禁止。あお、入所初日からえらい目にあっとるな。漢字は分からぬが、確かこんな。たまたま盗みはやる、恐喝はやるの。手のつけられん不良じゃ。ここで話が終わるなら、機材の不良少年ゲバル君で肩がつくの。必要なものは分け合い、喜びも悲しみも共有する。幼少期から祖父に武術の英才教育を受けていたゲバルは、必勝の信念に裏打ちされたゲバルのプロジェクト。自ら離脱を申し出る者は皆無だったという。武器を持たぬゲバル軍団が完成。はぁ、あ、なあ、なんとかならんのかね、あの島。リーダーと島民の思惑が統一されているならば。いいのかね、アメリカ合衆国から亡命者を出しても。差し当たり、島へ軍を投入しましょう。国防長官、軍配備までの時間は。プレジデントの頸椎が360度捻転することになる。もちろんあなたの身辺警護スタッフ、そして我々はささやかな独立を望んでいるだけです。あんなに頑固だったカンパもいつしかなりを潜め。参ったな。奥様を中心に家族で笑顔のウェルカム。パパ好き。大好き。ミートー。たった一人で素手のままハイジャックおよび原子力発電所。私の家じゃないか。本日私は。どういうことだ。お邪魔します。無駄に広いリビングには吹き抜けからの陽光が人類を愛す。警備は。思い上がりきった人生を振り返り、ふと立ち止まって己の盲点を顧み、我々と合衆国は対等です。オッケー、作戦終了だ。だけどさ、それほどの実力者が刑務所入りってのは一体。あ
アメリカで一番喧嘩が強い男、ビスケットオリバーがいるのさ。そんなオリバーを素手で仕留めてみせる。あんたと一緒だよ、バーキ。